さあみんな集まって、キジフゲルシの世界始まるよー。なんかさ、貧乏暇なしって言うだろ。本当にね、もうその通りなんだよね。貧乏なんだけど暇がないというね状況で、東京はね相変わらずなんかねそんなに寒くなってなくて、いつまでも暑いんだよね。俺が暑苦しいだけかっていう言われちゃうんですけどもね。ちょっと行った東北の方でも、まだ、異常でね、タンポポが咲いてたりとか、花がね、ちょっと咲いてたりとかっていうんでね、ちょっと今年は随分冬来るのが遅いかなって思ったりしますね。いやー、前回出したね、素晴らしい試合の動画なんですけどもね、全然伸びないんですよ。ね、お前の話がいらないとかね、言われるんですよ、いつもね。まあでもね、これが伸びないとなるとね、それで、裏のさ、自動音声系がさ、ガーッと伸びると、これはやる気失うよね。まあ、所詮プロレスファンっていうのはそれぐらいだと思ってますんで、結構です。はい、今日誰やるかっていうと、ドン荒川です。多分ね、プロレスファンの多くは雑誌でしか見たことないっていうのはね、だからあんまり興味ないっていう人ばっかりだと思うんですけれどもね。そんなドン荒川が、ちょっと若手がね、強く当たってきて、ちょっと切れ気味になるっていうね、そういう試合、見ていきたいと思いますんでね。まあ、この試合もそうですけど、僕の動画、前回の動画もそうです。いい試合しかね、基本的には、扱っていないので、ぜひね、プロレスが本当に好きな人、雑誌が好きな人とかね、まあ、そういう人の噂話とかが好きな人はどうぞ、見ないでいいです。うん、逆にプロレスが本当に好きだって人は見ていただいて、どんな試合やっていたのかとかね、細かいテクニック見ていただければと思いますんでね、よろしくお願いします。さあ、今日も行ってみましょう。入場はね、もうこれ使えないんだよ。パパ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 って暴走族が昔流してたさ、ね、テーマソング、ゴッドファーザーでね、入ってきます。ちょっと梅宮達夫にも似てますね。そしてドン荒川見てください。D 荒川って書いた NOW のこれジャージ。かっこいいですよね、なんかね。それを脱いで入場していきます。本日のシングルマッチ3分日本勝負、赤コーナー103キロ川端翔、青コーナー96キロドン荒川、レフェリー川端に勝つ。これ川端光ってさ、川端騎士のこと、キングオブコロシアムとかプロレスゲームで、なんか一番の、雑魚キャラだった川端。だね、体格差があるから、結構川端強めにね、打撃が入ってるように見えたりします。早速大注目ですよ。なんと、ドン荒川の得意技、ジャーマンスープレックスホールドが、もう序盤に出るんです。見事にバックにね、回って、このジャーマンスープレックスホールド、UWF 意識した試合なのかな、とも思ったりするんですけれどもね。さあ、そしてこの若手の川端騎士、いい顔でドン荒川を睨みつけました。荒川に大きさと言わせたまでは良かったんです。このキックなんかも結構ね、気合入って見てください。レフリーを飛ばすような感じです。ところが、ここで足を取りに行ってしまうっていうね。川端騎士ね、何かこう今一つ、こうね、やればいいのにって思うんですけどもね、芝居でもいいと思うんでね。ただまだね、この辺の反撃が全然甘いんですよね。これ怒るかな、怒るかなって見てたんですけれども、騎士、この時はそんなに怒っていない。ただ一発いいのが入りますよ。
るであの前田明がアントニオ猪木を蹴ったみたいなキック。ねえ。NOW で新日本プロレスが見られる。しかもドン荒川と川端騎手の試合で新日本プロレスが見られるって、すごくないですか？これ見に来たお客さんすごい得ですよね。お客さんなんですけどもね、見る限り客層は、ちょっとね、平均年齢の高い男の人と、まばらに女性もいるっていう感じですよね。結構会場満杯になってませんか？これドン荒川みんな見に来たんですかね？この頃 UWF ってもう流行ってました？ちょっと川端騎士、それを意識して、こんなね、キックを出したりとかね、してるんですよね。レガースしてないから、見てくれは悪いですけども、結構いいキックだなと、個人的には思いました。さあ、そしてグラウンドにもね、チャレンジするって言ったらなんですけれどもね、まあそういうのを見せてやろうと思ったんでしょうか。お休みタイムではあるんでしょうけれども、結構ね、わかりやすいグラウンドで面白いです。ひょうきんプロレスといえどもね、結構これ効いてますよ。そして、もちろんね、飛行機だけ抱えるんですけれども、飛行機ってごめんなさいね、回転はしてないです。ね、抱えるんですけども、荒川の右手に注目です。投げて落とすときにしっかりと持ち替えて相手をね、完全に真後ろに倒すように工夫していますよね。この辺見事な浮上だと思います。あと荒川パワーありますよね。さあ、この体勢から何を出していくのか。もうお恥ずかしい客がタイガードライバーとか言ってましたけどもね、それ以上に恥ずかしく倒れたドン荒川です。で、キックもそうですけれども、こういう格闘系っていうのかな、そういうね、ちょっとプロレスをこの川端騎士やろうとしてるんですよね。でも今までの動き見ていただいてもわかると思うんですけども、川端騎士、この選手ね、180センチの、やっぱり100キロ以上あって、体格的にはね、ものすごい荒川と比べて大きい感じがして迫力はあるんですよ。で、たまに出す、なんていうのかな、技でも、ちょっとキレのある技っていうのもあるから、ちょっともったいなかったかなって気はします。はい、ここ見てください。綺麗なドロップキックですよね。こんな技も川端騎士選手こなしてくれるんですよね。ただなんか表情とか地味なんだよな、すべてがな。今この攻め込んでる後ろ姿にしても、下半身ね、にしてもかなりバランスのいい選手でね。ただちょっとやっぱりなんかすべてが地味だった気はしますね。さあ、ドン荒川と観客のやりとりに注目でーす。観客とやり取りをしてね、頑張れーっていう声が聞こえてから、左のショートレンジラリアット、そして右のこのラリアット。荒川、なかなかやっぱり役者ですよね。技もね、説得力があるんです。この体つきもすごいですからね。ね、さすが前座の力道山。実力十分とか書かれた。このドン荒川のアッパーカット。見てください。完璧に入っていますよね。これ、ね、食切りみたいに見えるかもしれないけど、食ってる方結構痛いですよ、これ。そしてさらにずっと新日出身者らしく、こんな綺麗にね、見てください。この逆さ押さえ込み、これ見事ですよね。カウント3が入ってもいいような的確さ。だと思いました。もちろん川端後輩だからこうやって黙って受けるわけなんですけれども、それにしてもいい形の、これは逆さ抑え込みですよね。
っとね、辛辣なヤジが飛びましたね。こういう UWF 系のこういう試合のね、要素を見せたいんだろうけど、お客さん、技見せろ技なんて言ってますよね。なんか NOW の問題点ってこういうところにあったのかなって気がするんですよね。ちょっと中途半端だったのかなっていう団体のね、ポリシーがというか、そんな気はするんですけれどもね。まあみんながね、UWF の方にね、目が行っちゃってたっていう時期でもあったんだよな、確かな。だからちょっと、かわいそうだったっていうところもありますよね。さあ、川端騎士、若干ハードに当たっていきますよ。ちょっと見ていきましょう。体格差もあってかなり強烈に見えるんですが、これをガードして荒川一発張り手、迫力十分ですね。お客さん大喜びです。さあ、お客さんのねコールに合わせて荒川飛んでいくのか。どうも荒川ってバカなんですかねっていうお客さんと、ね、どうも荒川さすがだなっていうお客さん、50%50% ぐらい、半々ね、いたと思いますよ、これね、会場に来てる人ね。荒川しっかりしろというね、ファンの声援もそうなんですけれども、ね、結構こう、川端騎士も結構なんか強く締めてる。さらにここ見てください。左膝にね、ちょっとこれミスったのか思わぬところだったと思うのね。こんなね、ちょっとエキサイトしていたのか、興奮していたのかわからないんですけれども、さらにこのね、ヘッドバット見てください。不穏なんかじゃないと思うんですけれども、かなり思い切った攻めを、ベテランのドン荒川に対してね、してるように見えます。このフォール返し注目です。胸筋プロレスどこへやら見てください。顔面に荒川の右膝がもろに当たっています。なんかめちゃくちゃな試合になってきましたね。そして見ました？規制を発してのね、荒川のこのドロップキック見て、本当に、なんていうのかな、好勝負って言われてる試合でもなかなか出てこないような素晴らしいドロップキックですよね。さあ、大注目です。プロレス図鑑にはよく荒川の得意技ジャーマンスープレックスホールドって書いてあったんですけれども、見事な原爆型で、まさにその通りのジャーマンスープレックスホールドを見せてくれました。ベテランになってからなんですけれども、なんか本当に新日本プロレスのようなね、試合をこの NOW のリングで見せてくれてたと思います。はい、見てくださいね。最後川端騎士ね、先輩に、ね、ロープを開けて譲るんですけれども、そのロープを開ける振動で、これ、ドン荒川が、これ倒れてしまうというね、この動き。最後までね、笑いは忘れないこのドン荒川の、ね、この動き。たまらないですよね。で、騎士は騎士で、もう呆れて帰っていくところがまたね、こいつもひでえやつだな。うん。もうちょっと絡んであげてもよかったんじゃないかなと思ったりするんですけれどもね。
最後もね、また若手が出てくるんですけれども、開けてあげるロープ、ね、そこが退場しないで、もう下でフラフラしながら退場するっていう。はい、荒川ね、ひょうきんなプロレスなんですけれども、そんな中にもね、実は新日本プロレス出身、そして強いっていうことをね、垣間見せるような試合を、川端騎士もね、よく見りゃいい選手だなと、今見るとね、思うんですけれどもね。さあ、皆さんね、どうでしたか？最後はね、ちょっと今日は最後にトークをしたいと思いますんでね、プロレスについてね、ちょっと真剣に考えてみたいなと思ったりします。では皆さんね、まずはグッドボタン押してください。よろしくお願いします。ね、オールドファンで最近のプロレス見てる人、ね、結構ね、懐かしラボとか、結構みんな見てますよね。今の、プロレスの YouTube やる人ってさ、見ててさ、俺がちょっと時代遅れなんだけれどもね、まあ騙されて見てごらんって言ってさ、実際見たんだけど、今一つなんですよね。その選手を知らないのと、いろんなストーリー、あとなんか思い入れができないんだよね。感情移入ができない。それがね、あるっていう中で、ツイッターでこの記事見かけたんですよ。女子レスラーの尻に男子レスラーが指を突っ込むも反則ならず。女子レスラーは股間にホチキス攻撃で反撃し、悶絶。まあね、これ DDT っていうのとかさ、インディー団体だったらさ、昔からあんじゃん、そのミックスドデスマッチとかさ、そういうのあって、ああ、そんなことやってんだ、今またすごいことやってるなと思って、見てたらさ、実は、これやってたのが、新日本プロレスなんだよ。我らがアントニオ猪木とか、母の藤浪辰巳とかさ、そういう人たちが育った新日本プロレスで、なんと、こういうことをやってるんですね。びっくりしましたよ、僕。これ、スターダムと新日本プロレスが、もちろん提携してんの？今同じ会社なのか？ちょっとよくわからないんだけれども、ね、ここで鈴木鈴って選手いるんですって。この選手もね、俺なんか今一つなんか、っていうようなね、感じなんだよね。名前はたまに見るんだけどもさ、いや、なんかこう、まあいや、そういうことを言うとね、またファンに怒られちゃいますんでね。アイスリボンっていう団体ですよ。ね、なんか美人な藤本なんとかって人がやってたの。それも今なんか、バラバラになったりしてんの？ちょっとようわからないんだけどもね、ほんと今のプロレスな。とにかく、新日本プロレスが今こういうことをやってるって言うんで、僕びっくりしたんですよ。で、ツイッターって面白くてさ、俺はどっちかっていうとそのそっちの派閥になるんだけど、昔のさ、アントニオ猪木がいた頃の新日本プロレス、ね、忘れらんなくてさ、戦いのあるっていうのかな。そういうのを忘れらんなくて、まあ、老害ってよく言われる方のタイプね、なんだけれどもね、今こういう状況にはなっているっていうことらしいんですよね。もうね、技の名前も知りません、僕よく。こうやって出てくる技の名前、どんな技かもわからないんですけどね。表にフォークを突き刺して流血させるとアルミバケツを被せて椅子攻撃を叩きますってさ、昔の FMW とかさ、もうその頃の話だよな、これ見るとさ。でもこれ新日本プロレスですからね。さらに、ニーロックで捉えながら肛門に指を突っ込み、グリグリして悶絶させるってさ、男色なんとかさんとかさ、テリー、ファンクの真似した昔ちょっといたよね。男の人。ねえ、そういうのとまた違うんだもんね。王冠って選手ですよ。ねえ、その指を舐めてアピールするも、だって。すごいよね。で、これさ、結局ね、これをさ、僕ら老害って言われてる人が否定すると、今のファンが怒るわけよ。老害はもう引っ込んでろとかね。まあ、その通りなんだよ。今のファンが喜ぶならいいんだけれども、これいいのかなって思うわけよ、本当に。ね、昔、その彼女が好きだった。その彼女が今変わり果てていった。それをね、なんか、黙って見てるっていうのがなかなか辛いっていうね。そういうもんなんだと思いますよ。僕いつもね、ツイッターでこう言ってるんです。ね、こうやって新しいものとかさ、奇抜なことをやるのはね、すごいいいんだけど、それがどこに向かってやってるのかっていうのが、プロレスの場合は大事だと思います。うん。もう、多分、なんていうのかな、昔さ、猪木がそれこそ言ってたさ、世間への挑戦っていう、一般的なファンにどう見せるのかっていうことがな、俺大事だと思うんでね。
でも、もうプロレス今真逆の方向行ってしまってるんだよな、これってさ。その、もうファンだけが楽しめるようなっていう、なんか方向にどんどん行ってるような気がして。こういうね、奇抜なこととかね、変わったことするのはいいんだよ。でもさ、なんかフワちゃんがデビューしましたとか、極悪女王の今回ブームもそうだけど、あれって少しずつ一般にちょっと火をつけるような動きではあるのね。まあ中にはなんか私鉄プロレスみたいに DDT がさ、ちょっと奇抜なことだけやろうとしてるっていうところもあって、うまくいってないのもあるけどさ。でもやっぱりそういうことをやっぱり老舗でさ、で作った人がああいう人だったら、新日本プロレスがやらなくてどうなのって思うけどね。しかも、もう一つ、じゃそれができないんであれば、もう男女のね、こういう団体で一緒に何やっていくんであればさ、やっぱりストーリー作んなきゃダメだよ。誰と誰が男女なんだから、うまく誰と誰がさ、もう吸い取って、どうのこうのっていうさ、そう取り合ってっていうさ、古いかそれ。古くないと思うんだよね。そこが男女でやるメリットなんだからさ、肛門に指突っ込んで終わりですとかさ、あんなんどうしようもないなってやってることが思うんですよね。違いますかね、これ。こんなの一般のファンが見てさ、どう思うっていう話ですよ。で今見てるファンはまた言ってやがるよと思うけれども、普通に考えろ。目を覚ましてくださいって俺言いたいよね。プロレスじゃねえよ。こんなの今日やってるね、あげたね、ドン荒川対ね、川端騎士の試合の方が絶対面白いよ。いいと思いますよ。でね、強いこと書くと、そう、もうね、こういうのっていうのはもう昔と違うんだから、黙ってね、そこから立ち去るっていう、何も言わずに立ち去るっていうのが、男だよっていう人がね、結構言ってくださる人がいてね、まあその通りだと思うんですけれどもね、今のファンの人ここ見てないですからね、ほとんどね。昔ファンだった人でね、今でも楽しめる人って、どういうところを楽しんでるのかなっていうのを、ちょっと僕は知りたいところなんですね。これ批判といい悪いじゃない。批判じゃないんだけれどもね、どういうところが面白いのかなっていうのをね、ほんと教えてほしいなと思ってる。今のプロレス、本当にキャラクターとキャラクターが、ただ言い合ってるだけ、リングで戦い合ってるだけって、ゲームと何も変わらないと思って、てるんですね。だから俺面白くないと思っちゃうのかな。で、技だけ。技のね、やりとりだけっていうさ、そこになんか心とかさ、そって感情移入できないんだよな。まあね、そう、プロレスでも何でも、そうだけど、趣味とかみんな好みっていうのがあるから、それはもういい悪いっていうんじゃなくてね、それはそうなんだけれどもな、なんかさ、寂しいなっていう気がしちゃって、ね、うだ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 言ってるだけで許してください。ちょっとね、バタバタしていてね、申し訳ないですね。なかなか投稿できなくてっていうところでね。明日はね、できればライブをやりたいのと、メンバーの方にはね、また、月末に向けて1、2本動画を出していきますんでね、それはまた別でよろしくお願いいたします。これさ、俺ほんとプロレスまずいと思ってます、正直。俺の昔の感覚からすると、この方向性ってなんかすごいまずいような気がする。なんか、うちうちだけの、に向かっていくっていうのはどうなのかなと思うけれどもね。あ、違う魅力で、ね、若い人とか女子とかに伝われば、それはそれでいいのかなっていうのも思うし、ね、プロレスってなんだねっていう話に最終的にはなっていくと思うんですけれどもね。はい、皆さんもぜひいろんなこと感じながら、新しいプロレス見てない人は見てみてね、実際ね、感じていただければと思います。ちなみに裏の全日本プロレスなんかは、結構面白い、ちゃんとしたプロレスの試合をやってるみたいなんでね。ただそれも、ストーリーがまたなんかね、それにプラスして人間ドラマみたいのがあれば、個人的には面白いんだけれどもね、と思ったりします。はい、どうもごめんなさい。ちょっとね、最後愚痴みたいになってしまいましたけどね、皆さん、最後まで聞いてくれた人はありがとうございます。これにてね、今日の、オールナイト神道は、終わりにしたいと思いますんでね。いや、別に、俺は仲直りしたいんだよ。ね。なんですけれどもね。多分ね、一度、ね、ひびが入ると二度とは戻らないのよっていうものでもあるかもしれないんでね。はい。まあいいでしょう、そんなことは。では皆さん、ごきげんよう、体気をつけて、オープニング撮ってる時あったかかったんだけど、ちょっとね、今日あたりからね、
本当東京も寒くなってきてるんで、皆さんね、あったかい格好をしてね、外に出るようにしてください。はい、それでは皆さん、さようなら。